にちは、ペインサトです。私のプチ登山の Vlog をご覧いただきありがとうございます。5年ぶりの富士山に行ってまいりました。ご存じない方のために言っておくと、マイカー規制というのがあって、富士山5合目から登るんですが、そこまでですね、駐車場に、ふもとの駐車場に車を止めて、乗り合いバスで、富士山5合目まで行って、そこから登山をするというのが普通のルートになっています。富士宮口5合目バス停から出発です。はい、じゃあ今日はこれから、富士宮口から、富士山山頂に向けて登山をしてみたいと思います。はい、5年ぶりです。はい、まずは7合目まで。まずは7合目の目、いやもう6合目からね、一つずつ登ってこうね、最悪7合目ねまで、うん、まあでも山頂目指して御朱印帳買ってこよう。行くぞ。えいえい。昔あったレストハウスは火事で営業が終わって、その後なくなってしまったようです。もう潰しちゃってますね。現在の時刻は7時36分、標高は2386メートルです。さあこれからの道中です。これが多分7合目ですかね。で8合目に行って登って登って、あれが多分9号5尺でしょうか。はい、今どちらでしょうか。まだ6合目まで行ってないですか。じゃあ頑張っていきましょう。はい、ちょこちょこ歩きでね、体力を温存で歩幅を狭めて。下界もこんな感じで天気がいいですね。今日は山頂からの景色が楽しみです。はい、これは、はいはい、肩傘です。そして肩傘で、ここが噴火口、割れ目ですよ、割れ目。この下、あ、ホイホイはまだ先だ。で、あそこが向かいそうだ。はい、早く7合目まで。はい、じゃあここから登りです。左上にですね、こうしてマップが出てきましたが、これは登山アプリのヤマップというもので記録を取って、それで後で下山してからですね、動画を吐き出すとこういうマップのムービーが出てくるんですね。ちょいちょい挟みながら、道中を紹介していきたいなと思います。今6合目から7合目に向かっているところです。あそこが7合目です。あと9日1時間ぐらいです。頑張りましょう。今回撮影に使ったカメラはスマートフォンの Xperia Pro I です。これを使って、さらに Vlog モニターとシューティンググリップを一緒に使ってます。シューティンググリップの方には、ズームレバーとかもついているので、ズームレバーもちょっと試してみたんですが、ちょっと電子ズームだとカクカクっとしますね。コントロール1ボタンにレンズ切り替えという機能が付けられるので、これが割と便利でした。今7合目のドライビングサービスです。ここしん7合目で、あ、そこだ、今日の目標ガンス7合目、よし、はい、じゃあそこまで行きますよ。ファイト。おう、おう、おう。山頂まで3時間だって。うん、お昼までに着くぞ。今回音声ナレーションは、ソニーのゲーミングイヤーインゾーン H9 のブンマイクを使って録音しています。ちょっと別のマイクに、切り替えて、どれぐらい音質が変わるものなのか見てみたいと思います。切り替えました。これはアナギアホンのリンクバッズで録音しています。
富士山登山が頑張れ。ヘッドセット交換しました。今度はオーバーヘッドタイプの WH-1000XM5 です。富士登山頑張れ。ヘッドセット元に戻しました。インゾーン H9 です。ズームマイクの威力はいかがでしょうか。なかなかいい音で撮れるんじゃないかなと思います。一番手前の大きいのが第一火口で、その次は第二火口で、向こうのくぼんでるのが多分第三火口です。3ついっぺんに見ることができます。はい、富士山の、横穴にある宝永火山ですが、これはですね、だいたい高さにして7合目ぐらいのものになるので、これが下からあの上から見下ろせるような高さになってくると、もう8合目が近いかなというところになってきます。8合目までだともうちょっとです。だいぶ登ってきましたよ。これが8合目からの景色です。遠く駿河湾も見えるようになってきました。黒いの水半島ですね。お疲れ。8合目到着。到着。さあ、あっちで休もう。今8合目に到着しました。さっきまで頭痛かったんですが、もうそれは治ってちょっと息が苦しいです。標高3200m、どうですか。ちょっと調子悪いようです。はい、8合目スタート。次は8号5尺だっけ、9号だっけ。はい、富士宮ルートの場合、8号目の次は9号目です。さあ、ここからちょっと楽しい人たちが出てきますよ。こんにちは。あれ、炭治郎さん先に行っちゃったんですか。もうちょっとで9合目ですな。よっしゃー、9合目到着。あ、来た北伝いが、北伝い到着、よかった。うえー、9合目。動画でした。声出ちゃった。比較的楽そうな道ばかり登っているなというふうに見えるかもしれませんが、厳しいところはですね、カメラを回すゆとりがないんですね。こういう道ばかりではないんです。頑張れ。今9号目を超えて9号5尺を目指しています。息が切れて大変です。あと50分ぐらいです。山頂目指して頑張りましょう。顔色が悪いです。大丈夫です。お、もう山頂まで、9号5尺からは25分ぐらいです。もうここまで来たらもう引き返すことはないというか、無理してでも山頂に登ってしまうんですが、仮のバスがあるのでちょっとそんなにゆとりもない感じなんですね。さあ、ここで判断して行ってしまいます。標高は3549メートルです。さあ、いよいよ最後9号5尺から山頂へです。うお、雲綺麗だね。3200メートルを過ぎるとだいぶ頭がクラクラしてきます。ここはストックをついてバランスを取りながら登っていきます。さあ、もうあともう一息だ。いけいけ。息を整えて休み行こう。お、あった。はい、山頂に到着しました。時間は12時52分。だいた
たい予定通りに到着しています。はい、山頂到着おめでとう。はい、これが富士山の火口です。そして一番高いところが剣ヶ峰、日本の最高地点になります。今回は行きませんけどもね。では御朱印帳も変えたので下山します。今2時2分です。18時のバスに間に合うように4時間でおります。間に合うでしょうか。おう、はい、2時に下山を開始しました。ここからですね、標準タイムだと2時間で下山できることになっているので、18時の終バスには、もう全然間に合うはずなんですが、さてどうでしょう。お、一緒に降りられるね、ねずこちゃんだし。鬼殺隊の皆さんはですね、山登りが本来の趣味で、それで、コスプレをやって周りの人たちを楽しませてあげているという方たちでした。なのでテクニックはあります。下山はテクニックですという言葉を残して、僕らを残してどんどん先に行って降りていってしまいました。もうこれで二度と僕らは会うことができません。遠くにどん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 差がついていきます。下山標準タイム2時間なんですが、我々は2時間のゆとりを持って降りてるはずなんですけど、さて間に合うでしょうか。暑いので着ます、脱ぎます。今は9合目です。9合目万年雪山そうです。はい、9合目を3時に出発しました。もうここですでに30分遅れており、2時間の下山タイムなんですが、結果的に我々4時間半かかってるんですね。普通の人の倍ぐらいの時間かけて下山をしていることになります。終バスはですね、公式ホームページには18時というふうに記載があったんですが、富士山アプリ、公式アプリにですね、19時発の路線バスが乗っていて、それに間に合えば帰れるんじゃないかという、実は計算があってですね、我々は降りています。あ、6合目通過しました。あと20分。無事卒業できたな。締めに入ってるな。ありがとう。おお、バスいた。よしよし。ということで、ギリギリ最終の路線バスに間に合って、これに乗って帰ることができました。長い旅でした。ビデオにお付き合いいただきありがとうございました。また次の登山でお会いしましょう。